海洋楽部とかの人が使う感じで、エンターテイメント的に使う人はもういない。これを間違うと浸水しちゃうんで、隙間は慎重に。ハブロック使って同じくらいの目線。日本は海に囲まれてるんで、海の国なのにやってる人がアメリカとかそのヨーロッパとかで非常に少ないので、まあ、財宝探しとかアメリカとかスペインで昔こう船が沈んで金貨とかが、あれを探す人もいます。本当にダイバー行けないような 3-40m って相当訓練してしないといけないじゃないですか。それがあのリスクなしで行ける、まあダムとか船舶のチェックとか、あと極端に原発のところのそう、なんかセンサーで測ったりとか、人がダイバーも行くのが危険なところとか、あと教育とか子供向けに課外学習ってやつかなんか行ってこう画面で見たり、自分で操作してみて探索してみるとか、